この動画では膝の内側側副靭帯損傷の画像診断についてお話ししていきます。前回前々回と前十字靭帯と後十字靭帯について詳しくお話ししてきましたが、今回は膝の第3弾として内側側副靭帯にピックアップしてお話をしていきたいと思います。内側側副靭帯の損傷は膝の損傷では非常に多く、レントゲンや MRI でバラバラ発疹もかかってくる機会が多いと思います。この動画の目標としては、まず何よりも基本が大切ということで、内側側副靭帯 MCL の解剖と正常像について理解すること、そして様々な症例を通じて内側側副靭帯損傷の画像所見を理解することを目標にお話していきたいと思います。キーワードについてはこのようなキーワードについてお話していますので、このようなキーワードについて知りたい方は、ぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。内側側副靭帯 MCL はミディアルコラテラルリガメントの略で、下腿の外反と外旋を防止する靭帯です。こちらに大腿骨から頸骨まで伸びている太い靭帯がありますが、実はこれは内側側副靭帯の旋走となっており、奥側には半月板と大腿骨頸骨を結ぶ深層があります。さらに外側には筋膜層があるとされ、内側側副靭帯関連の構造としては3層構造を取るとされています。外側から第1層の筋膜、第2層の旋層、第3層の深層となります。旋層に関しては、大腿骨から頸骨に向かって伸びており、深層に関しては半月板と大腿骨、半月板と頸骨を結ぶといった構造となっています。内側側副靭帯の深層に関しては半月板に強固に付着している靭帯です。半月板と大腿骨を結ぶ靭帯をメニスコフェムラルリガメント、半月板と頸骨を結ぶ靭帯をメニスコティビアルリガメントと言います。このうち上側のメニスコフェムラルリガメントに関しては後十字靭帯損傷で扱った半月大腿靭帯と同じ英語名なので注意が必要です。またこの深層に関しては関節液を貯留しない健常者では病室されない場合が多いです。こちらの症例は内側側副靭帯損傷の症例ですけれども、関節液の貯留に伴ってこのように MCL の深層が見える場合があります。続いて内側側副靭帯の旋走についてですが、大腿骨内側下から頸骨の骨幹端内側部に向かって伸びています。大腿骨付着部に関しては関節間隙よりも5センチ上、頸骨付着部に関しては関節間隙の6から7センチ下となっています。特に頸骨付着部に関しては注意が必要で、このように FOV が狭すぎるとこの部分が切れてしまいますし、またポジショニングが非常に重要で、ポジショニングの中心であるアイスセンターが上すぎるとこの頸骨付着部がこのようにコイルの感度領域から外れてしまうため注意が必要です。これは発疹技師が関わってくる非常に重要な部分だと思います。こちらの症例は内側側副靭帯の損傷によって第1層と第2層の区別が分かりやすかった症例です。内側側副靭帯の旋走を赤の矢頭で示しましたが、その微細損傷によって周囲にこのように浮腫が生じ、筋膜を圧迫しています。それによって、紫の矢頭で表した第一層である筋膜層がこのように表出され、その区別が分かりやすかった症例でした。このように、靭帯が損傷することによって、層構造が明らかになる場合もあります。それでは内側側副靭帯損傷の話に詳しく入っていきたいと思います。受傷起点は膝の外反矯正で起こります。スキーで膝を内に入れたり、ラグビーやアメフト等のタックルで膝が強制的に内に入る動作が入る。こういったことで内側側副靭帯は損傷します。治療方針に関しては、内側側副靭帯損傷単独の場合には、基本的には重症度に関わらず保存的治療が選択される場合が多いとされています。治療対象となるのは、よほどのエリートアスリートや生活に困っている人が対象となり、それ以外は基本的には保存的治療が選択される場合が多いようです。単独ではなく、半月板損傷や十字靭帯損傷を合併している場合が多く、
もし前十字靭帯損傷を合併している場合には、内側側靭帯の治療よりも ACL 再建術の方が優先して選択される場合が多いとされています。また、内側側靭帯損傷はこのように重症度に応じてグレード分けされ、グレード1は軽度の部分断裂で不安定性を伴わないもの、グレード2-3は不安定性を伴いますが、グレード2が部分断裂、グレード3が完全断裂というふうに分類されています。こちらは41歳男性バイク事故でのグレード1の症例です。内側側副靭帯の線層の周囲に浮腫性の主張がありますけれども、靭帯の連続性は保たれています。このように表層は腫れていますが、靭帯繊維の連続性が保たれるというのがグレード1の特徴です。機能的な障害とはならず、不安定性は伴わないとされています。こちらの症例では、内側側副靭帯の損傷に伴う骨挫傷、ボーンブルイズが、このように骨髄浮腫の高信号として病出されていた症例でした。内側側副靭帯の損傷でも骨挫傷は生じますが、一般的には膝の外側にできやすいという特徴があります。それはなぜかというと、この外側からのストレスによって外反が矯正され、靭帯が切れてしまいますが、このまず直接の外傷による骨挫傷がこのような部分、そして外反によってこの大腿骨と頸骨の外側がこのように衝突を起こすことによってこのような部分に骨挫傷ができます。また靭帯にストレスがかかり大腿骨付着部を引っ張るような方向に力が生じた場合はこの部分に剥離骨折や骨挫傷があることもあります。こちらの症例は19歳男性で、頸骨付着部付近の微細損傷の症例です。内側側副靭帯の線層は、大腿骨付着部から頸骨付着部に向かって伸びていますが、その頸骨付着部付近に、靭帯のと骨の間に水進行があり、この頸骨付着部の微細損傷が起き、その炎症に伴った浮腫を反映した高信号だと考えられる症例でした。もし横断像でも撮影している場合には、必ず同部位を横断像で確認することも必要だと思います。こちらの症例は42歳女性のバレーボール着地時の受傷で、グレード2から3の症例となります。T2 スター強調画像の冠状段で、非常に強い浮腫性の主張があり、この部分で靭帯の連続性がわからなくなっています。内側側副靭帯損傷のグレード2は部分断裂、グレード3は完全断裂となっており、膝の不安定性を伴います。この両者は、鑑別不可能なことが多く、グレード2から3と表記することが多いです。靭帯繊維の不連続、血腫や浮腫による異常信号を丁寧に読影していきます。この方は、この内側抗筋の筋膜に沿っても、浮腫性の主張が広がっているという症例でした。グレード2から3の内側側副靭帯損傷では、高頻度で ACL 損傷を合併します。こちらの方も、明らかに前十字靭帯がたわんでおり、周囲に浮腫性主張が見受けられました。また T1 強調画像の視上段で、この部分にキッシングコンツージョンによる骨挫傷の所見が得られ、前十字靭帯損傷も合併しているというふうに診断されました。この方はさらに重症なことに、外側半月板と内側半月板の交接にも損傷が見受けられました。この方のように、前十字靭帯損傷と内側側副靭帯損傷、さらに半月板が複合損傷している場合を、魔の3点セットといったイメージでアンハッピートライアッドと言います。このアンハッピートライアッドは、古典的にはオドノヒューのアンハッピートライアッドが用いられ、ACL と MCL と MM、半月板に関しては内側半月板で分類されていましたが、1991年にシェルボーンさんによってアップデートされ、ACL と MCL と LM、つまり外側半月板を用いて分類するというのが現在の主流なようです。こちらの症例は36歳男性で屋根からの転落事故の症例です。頸骨後弦に骨折がありますが、これは一旦無視していただいて、今回注目していただきたいのは、内側側副靭帯の線層の大腿骨付着部のこの部分の裂離骨折です。内側側副靭帯にストレスがかかりすぎ、引っ張る力が強すぎるとこのような裂離骨折が生じます。このような裂離骨折はレントゲンでも確認できる非常に重要な所見です。
内側側副靭帯関連で裂離骨折が生じうるのは、戦争の大腿骨付着部、戦争の脛骨付着部、深層の場合には半月板から大腿骨に伸びるメニスコフェムロールリガメントのこの付着部、半月板から脛骨に伸びるメニスコティビアルリガメントのこの脛骨付着部の4つの部位に裂離骨折が生じうると考えられます。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は内側側副靭帯損傷の画像診断について見ていきました。正常解剖が特に重要ということはこれまでお話してきた通りですが、内側側副靭帯の場合には戦争と深層を意識することが重要です。特に戦争の脛骨付着部に関しては下の方に結構長いところまで続いていますので、 FOV 的に切れてしまったり、ポジショニングがずれコイルの感度領域から外れてしまうといったことがあるというのは、撮影する保線技師は意識すべきだと思います。こういったところは丁寧に撮影するかで画像が評価できるできないが決まってしまいますので、保線技師にとって特に重要なところだと思います。受傷起点としては膝の外反矯正で起こるとされ、グレード1、2、3に分類されるという話をさせていただきました。症例に関しては骨挫傷を伴っていたり、前十字靭帯と半月板を損傷しているアンハッピートライアンドの症例であったり、付着部の裂離骨折を伴う症例などについて詳しくお話しさせていただきました。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。